アザラシに住民票が与えられたり、ボラの大群がニュースになったりと、世の中へーっと思うことが結構あるものです。今日は男のひな祭り、リビングアリーナの皆さん大変長らくお待たせをいたしました。3人勘定と5人囃子、合わせて8人にぜひ勝負服を着せさせてご起立ください。メンバーです。1番が東日本ただ1人、部位を睨んでロックオン完了、湾岸のミサイル男山田正弘。2番に繊細な攻めでチャンスを生かすアカデミックスマートボーイ岩崎良一。3番に出ました内戦ギリギリ仕事人、究極の時短ワイパーマン穴見一馬さん。4番に知る人ぞ知るレーサー1の振付師、池ビートに乗せてダンシングダッシュ佐々木圭。5番に養成所時代の最優秀生徒がとうとう開花、筑豊のトルネーダー有吉達也。6番にまさに戦う霊峰富士のごとく毅然としてそびえ立つテクニシャン小林刑事。7番に夢や外一本での SG 制覇、今やオートカ1のセールスマンが外回りに出撃、久門通る。8番になんでだろうなんでだろう、ダメだダメだと言いながらちゃんと仕上げる進化した街道浜野純。以上8名によっての優勝戦、3秒前2秒前1秒前スタートいたしました。さあ前がどうだ、1番の山田が注文通りに行くか、枠なり後ろの方はどうでしょうか。外から8番の浜野がまくる、久門もまくっていく。1番の山田逃げのエンジンに作った宣言通りに逃げていきます。5写真ちぎりました、5写真ちぎりました。そして2番手浮上は3番の穴見、穴見の抑え役になると1番の山田のものという感じになるんでしょうか。バックストレッチ抜け出しました、1人だけ飛び出していきました、1番の山田正弘。さあ2番手争い、8番の浜野がうまく岩崎の内をすくって、さあおっと山田が自落、山田が自落、おっと惜しいことになりました。レースは残り8周です。なんと山田自分で落ちてしまいました。さあ3番の穴見をめぐってインコース、6番の小林突進、外からは8番の浜野が上がってくる、下角も上がろうというところ。さあ前が団子状態になって、レースは残り7周です。誰が勝ってもおかしくない競争になりました。6番のベテラン小林が一歩リード、そして浜野純が上がってまいります。ここで浜野純が前輪を入れてまいりました、前輪を入れてまいりました。小林と並ぶ、さあ穴見をまくっていくのは7番の下角、まくることができるのか。レースは残り6周。さあ8番の浜野が逃げ体勢作りました、そして6番の小林が追う、後ろの方7番の下角がじわじわと迫ることができるんでありましょうか。バックストレッチは強風向かい風、ホームストレッチの追い風を使いたいところだ。8番の浜野を先頭にレーサーの手半分5周です。やっぱり浜野取るコツを知り尽くしているという感じ。6番の小林もう一度狙いたい、大ベテランがもう一度一花咲かせたい、山陽決戦になりました。集団に4番の佐々木圭の姿も見えておりますが、後方置かれました。レーサーの分4周、8番の浜野純が逃げる、そして6番の小林圭を伺っている、まだ小林にもチャンスがある、まだ小林にもチャンスがある。さあ突進か突進か、浜野が抑える、浜野が抑える。さあ風に煽られているのか、風に煽られているのか。レースは残り3周、8番の浜野追走する、6番の小林圭司、3番手7番の下角、下角から前は4写真ほどちぎれている。8番の浜野追走する、6番の小林刑事。やっぱり浜野すごいぞすごいぞ、来たぞ来たぞ、ピンクの勝負師という感じか。レースは残り2周です。1日早い桃の節句、いや桃の絶句状態か。8番の浜野純、8番の浜野3写真リード、そして6番のベテラン小林刑事、いつも2着が似合ってしまうが、なんとか1着取りたい6番の小林ですが、やっぱり追いつかない。 SG タイトルホルダーはこの2人だけ。レースは残り1周、3つ目が取れそうです。残り1周を切りました。6番の小林4写真差変わりません、8番の浜野純。さあ4コーナーかホームストレッチへ入ってまいりました。最後の直線、やっぱり浜野が強かった。